久しぶりだね。めっちゃお久しぶりです。お久しぶりになってしまった。いつぶりだろう。1週間は必要なんと思う。ショールーム、お久しぶりです。みんな、やっほー。髪型ポッポニ許して久しぶりです、みなさん。さよなら毛利さん、見てくれた人、会場来てくれた人3日誕生日やったなって、去年の誕生日ソング歌ってくれたの、いい思い、嬉しい。トミーさん、おめでとう。しぶしぶ許す、ありがとう。そう、レッスンとコンサートとでね、なかなかショールームできんやったけど、今日はゆっくりなのでショールームしました。久しぶりみんな。さよなら毛利さん、見てくれましたか。さよなら毛利さん、親がワクチンの副反応で寝込んで看病してた。うわ、副反応か、大変。今チムK千秋楽2に向かい中です。おお、楽しんできてください。コンサート会場にいたよ、嬉しい。どこにおった、どの辺、どこの可愛かった、見に来てくれた、嬉しい。それは嬉しい。そう、なんかね、配信でなら見て、嬉しい、配信ありがとう。そう、なんかね、今回の、さよなら毛利さんのコンサートの中でね、チームメイトの8周年のライブがあったっちゃけど、なんかさ、髪型どうしようと思って、配信で見てくれてありがとう、配信嬉しい。そう、なかなかね、会場来れない方はね、配信とかあるときは、配信で見てくれたらもうそれだけで嬉しいので、ありがとう。感想とかぜひ聞かせてください。あと、なんか写真とか撮ってくださった方は、皆さんツイッターにハッシュタグのつけて、ハッシュタグとかタグ付けして載せてくれたら、私飛んで見に行きます。うん、なちゃんから見て3階の左斜めのところ、じゃあビンゴ近くで見れたじゃない、どう、秘密基地とかでさ。そう、あったっちゃけど、髪型を迷いまして、でも私はポニーにすることは決めてたの。そうで、ポニーの巻きは結構前からっていうか、ポニーの巻きにしようみたいなのは結構考えちゃって、でも違う髪型もいいかなとか思ったりしたけど、ポニーの巻きにして、それで前髪をね、横に寄せたかったっちゃけど、前髪が短いから、まだその前髪できんかもってメイクさんに言われて、私がやりたい前髪がね。で、なんかでも無理やりこっち側から前髪、髪を持ってくればできるよみたいな、できるかもみたいな言われたけど、なんかどうだろうと思って、普通の前髪にするか前髪を上げちゃうか迷ったっちゃけど、前髪をね、なんだっけ、前髪をね、コンサートであげたことないっちゃわ。そう、イベントでも普通のお仕事でも前髪あげたことなくて、今まで初めてデコノンでステージ立った。どうだった、みんな。なんかさ、自分で鏡で見た時はいいなと思ったけど、でもやっぱね、前髪ありがよかったかなとか思ったりもした。でや、そう、
下尾美優ちゃんの15秒のやつちょっとやばかった。カエルのやつか、モニターで見てました。うん、裏で。そうそう、リンゴ見やすかった。そうだよね、ビンゴ初めてやった。ビンゴ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 、あなたに巡り、うんうんうん、ビンときた、ビンゴビンゴ、まだまだ夢ふらず待っていてよかったわ、運命を味方にララビトゥチュッ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 チュでもいつか前髪上げてステージ立ってみたいなっても言ったから、それをできた感じですかね、うん、だって私ねめっちゃね汗かきなので、あのステージ立って踊ったりするとねめっちゃ汗かくんですよ。みんなそうやけど、だからそう前髪さ濡れちゃうから、あげてみてめっちゃ良かった。そう、前髪どうでした皆さん。デコちゃん、デコの生で見れました？配信で見れました？今日暑いよね。なんかさ失敗した、服のチョイス。宮崎涼子の写真使ってお話し会の画像作ってみたけどいる。欲しい欲しい、ありがとう、欲しい、送ってね。半袖でこのグ、嬉しい、ありがとう。大西と肩組んで楽しそうやったな。嬉しい、京やんさんありがとうございます。そう、ももかさんが、ももかさんとステージで目があって、そう肩組んでくださって、ももかさん本当にね優しいんですよ。そうレッスンの時とかもももかさん、私が先生に聞きに来よったら一緒に来てくれて、なんか隣でなんか教えてくださったりとか、さりげない優しさがすごく優しくて好きです。大好き、本当にお優しい。そうもうね、みんなみんなもうね3日後、待って、ちょっと待って、びっくりした、ちょっと待って、びっくりした。今自分で3日後とか言ってびっくりしたけどさ、今日6日よね。3日後お話できるってみんな。3日後じゃん。びっくりした。3日後だよ、3日後。1週間ぐらいあると思ってた。楽しみ。ね。なちゃん気づいてくれたっちゅうか、もちろん真ん中におったね。嬉しかった。そうなんか席変えてくれよったから分かりやすかった。そう皆さんぜひ席、あのコンサートの時教えてください。あのそっちの方向を見ますので。フォエールズさん、ひななさんが空のすごく頑張ってるって感動したって言ってた。嬉しい。何で言ってたんですか、それは。めっちゃ嬉しい、嬉しすぎる。
そう、めちゃめちゃ難しくて、めちゃめちゃっていうかもう結構難しくて、そう頑張ってました、頑張ってますそう、本当にケイにもね、ももかさん言ってくださって心強いですサーノンがレッスン頑張ってるってひななさんがめちゃめちゃ褒めてた、嬉しい、うん、755の空メールに載せとくね。え、嬉しい、ありがとうね、オンラインもうすぐ最善は言いやすい、確かにね、最前列のどの辺とか言ったらね、もうこうやって見るしかないもんね、一列目どこにいるんだってうん、公演デビューも、え、嬉しい、待ってて、そう、でも公演のレッスンがもう始まってるんやけど、始まってるっちゃけど、でもまだ数曲なので皆さん待っててください。そう、でもまだ本当に数曲、うん、何曲ぐらいあるっけ公演、十何曲よね、撮影タイム唐突すぎてカメラ用意するの大変やった。そう、なんかね、それリハの時も言いよって、なんかこれファンの方撮影タイムってわかるのかなみたいな言った。あ、そう、逆上がり公演です、チームケア逆上がり公演なので、皆さんこっちか、逆上がり公演、うん、人数多いからさちゃんとどこやと思いながらカメラ構えてて、え、嬉しい、ありがとう嬉しい。そう、久しぶりに昨日は野球を見れたんですよ。でも野球昨日ね、本当に最後の方、昨日本当に8回とかからしか見れんやったから、7回とか8回からやったから本当に最後の方、うん、そう、ね、嬉しい、探してくれてありがとう、やっと勝てましたって阪神かな、公演デビューは8よりも K なんだ、 K なんだねって。8の公演のレッスンは2年前ぐらいにやってるのよ。2年前ぐらいにやったっちゃけど、でもあのまだ終わっちょらんくって、あとね、その時は16人バージョンでレッスンしよったから、そう、8人バージョンになると振りも変わるし、そう、位置も変わるもんね。そうなんですよやっぱ阪神ですか。そうです、そう、2年前、本当に2年前、加入して、うーん、加入した年だから、加入した次の年っていうか、うん、10月に加入して、そう、4ヶ月後、4ヶ月後、そう、私も本当に8に加入してっていうか AKB48 に加入して、もうあの10月に加入して3ヶ月後ぐらいからコロナウイルスの影響を受け始めたので、そう、
3月に確かレッスンめっちゃやっちゃって、毎日のようにやりよって、で、コロナがやばすぎて帰ったんですね。帰ってきたので、そっからそうあんまり東京とか行けんくなった。え、嬉しい。19年組は必須よね。嬉しい、ありがとう、撮ってくれて、載せてね、タグ付けして載せてね。そうなんです。15分経過、ありがとう。載せたばい。え、タグ付けしてくれた？ちょっと待って、私がさ見たやつの中に入ってるかな。昨日宮崎餃子の特集組まれていたね。え、嬉しい。やっぱりそんな多くは取れんやったねって。そうよね、メンバー多いもんね、歩くしね。スヌポンさん、イスタの卵か、めっちゃ可愛い、ありがとう。タグ付けしてる、オッケー。え、じゃあ見たかもしんない、ちょっと待って。私はどなたのを見たんだ。待って、タグ付けしてあるってことはここをたどれば見れるよね、きっと。じゃ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 、辿っております、辿っております。ちょっと待ってね、みんな。私これ見た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 、夢見るな、夢見るなやつだ。ありがとう。あ、見た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 、ありがとう。K では誰かと仲良くなったって。K はですね、 K はですね、ひななさんがすごく優しくて、そう、あとは、なんか8の先輩はこうお話できるじゃないですか。そう、K の先輩で言ったら、でもランさんも優しいし、でもあんまり喋ったって感じはないですね。でもね、ちょこちょこですね、めっちゃ本当に。そう、トムさんも優しい。トムさんかっこいい。そう、トムさんも優しくて、そう、ファンレベルって何やって。そう、なんかファンレベル何になりました、どなたが何になりましたみたいなの出てくる、びっくり。何この機能。新機能かな、分からんけど。そう、ピナコがおるから安心感ある。あ、そう、マナカさんめっちゃ優しくて、マナカさんがレッスン終わりにダンス教えてくださったりとか、大丈夫って言ってくださったり、そう気にかけてくれて、優しい。
K って H 少なかったっけ。 K にはですね、おだいりさんとももかさんとはまさんとピナコとゆうなさん他いますっけ。待ってかな、ちょっと待ってね。あやねさん、あやねさん、ゆうなさん、ももかさん、おだいりさん、待って、あやねさん、ゆうなさん、ももかさん、おだいりさん、はまさん、ピナコ、私7人かな、7人です。そう、19年組おらんくて、そう、めっちゃ不安です。そう、リンリンさんは A じゃないかな。AKB48 難しい。 AKB48 AKB AKB48 なんでおでこ出しにしたと。おでこ出しやったことなかったからね。そう、本当はね、横に流そうかなーって思ったっちゃけど、それはなんかできないってメイクさんに言われたから、長さ的に。そう、下ろすか迷ったけど、なんか上げてる子少ないからっていうことで、そう、上げちゃいました。昔おでこ出してた。え、私おでこ出したことないよ。うん。え、おでこ出したこと、あ、そう、全部出したことがない。そう、そう、月刊チームメイトのオンラインのやつも皆さん見てください。目立ってたからオッケーやで。嬉しい。目立ってましたか、目立っててましたか、嬉しい。どっちが好きだろう。まあそれは好みですからね。全なしオッケーになったって待って待って待ってめっちゃ面白いじゃんそれ。でも次ライブがあるときは前髪ありにしようって思ってますよ。まあ前髪が伸びちゃったら流してるかもしれんけど。そうですね、なんかね、前髪出すの、前髪出すのじゃん、おでこ、なんかおでこ NG みたいな子多いんだ、多いんやって。そう、多いらしくてね、メイクさんが言った、なんか前髪ないと絶対嫌だみたいな子多いから、多いから前髪なくても OK なタイプって言われて、あ、全然大丈夫ですって言って。そう、前髪ないとやって怖いからって言って、おでこ出してたらそうなんと思えばいいですか。それはダメです、初めておでこ出しちゃったから。おでこ8割じゃないよ、全部出してたよ。そう、やっぱなんか人と違う髪型とかしたら見つけやすいかなとか、そう思って前髪上げてみました。上見さんの画像検索した泣いてる画像で、ね、待って待って、怖い怖い、なんで海の時のなんやろ
ミジュの時かな、やっぱそれ以外ないって覚えがない。そう、三つお団子やったね。そう、お団子もやってみたいなって思ったっちゃけどさ、お団子って感じ。やりたいけど、団子なんかさ、自分に似合う髪型を全部知りたい。それだけをやっていきたい。そしてそう、なんかたまに、ああ今日失敗したっていう日あるとよね。そう、撮影とかでもあるし、あ、お団子食べちゃうわ。そう、なんかね、お団子、あ、そう、一回さ、お団子にし、お団子のここを下ろしてるやつみたいなやった時に、なんかね、何かが違ったんよね、その日には。失敗したって思いました。そうさ、でもできてよかった。なんかさ、踊ったりするからさ、崩れやすい髪型もはコンサートの日難しいし、いろいろ考えるよね。何が似合うと思う？逆にみんなどんな髪型が似合うと思いますか？そう、なんかさ、そう、私に似合う髪型を教えて。なんかこの配信、美容師の方とか見てないかな。ファンの方の中に、1146人の中にいないかな。高めのツインテールが一番似合うと思うなんて、やったことないって。ポニーテール、あ、ポニーテール、まさぴさん分かってるね。そう、ポニーテールは似合うと思う、思ってる。ポニーテール、そうね。この時間お仕事中かも。そっか、お仕事中か。美容師さん、全国の美容師さん、教えてください。みんな見たいと思うよ。待って、違う、今ね、あのね、似合う髪型を聞いてるんだ。巻き下ろし、なるほど、巻き下ろしね。確かにストレートと巻き下ろしでは違うもんね、見栄え。みゆゆんに聞いたら、あ、みゆゆんさん、そっか、美容師ですね。お下げ、なるほど。全国の美容師さん、教えてください。ハーフアップお願いします。なるほど、ハーフアップは一回、いやコンサートではやったことないね。高めのツインみたいです。高めのツインか。なんか耳奥のツインなら全然いいけど、高めのツインはね、めっちゃ勇気いるっていうか、この中に美容師の方いますかって。そう。美容師さん、教えてください。
長岡太郎さん嬉しい、ありがとう。イースターエッグかわいい。三つ編みは、三つ編みはやったことある。熊本ツアーの熊本ツアーの昼公演ってやったよ。あとね、舞台の時は毎日違う髪型しよったから、うん、いろいろやった。7回ぐらい、何個やったかな、7個ぐらいやったかな。髪型ね、美容師さんに今度聞いてみようかな。わかるかな、どんな髪型が似合うよとか。いや、どんな髪型が似合うと思いますかって聞いてさ、こう踊れるような髪型ちゃんと言ってくれるかな。そう、髪型、似合う髪型を一通り全部知りたい。似合う髪型とメイクとか、そうそう、顔の形とかでね、そういろいろあるやん。ドゥルルッドゥルルッドゥルルー、うん、いろんな髪型当てはめてみるアプリとかないのかな。あ、ないかな、なんかあったら教えて。高めのツインしか希望してないので何でもいいです。どうやん。大学、うん、お休み、春休み、違う、うん、なるほど。とりあえずいろんな髪型やってみたら、まあそれが間違いないけどね。でもさ、それで似合わん髪型やったらさ、嫌じゃん。お団子は見たいですね。なるほど。とりあえず高めのツインからやってみよう。嫌です。まあ銀ちゃん、ヤッホー。始まってもお休み中ね。なるほど。待って、どういう話。うん、みたらし団子って美味しいけれども、髪型、なんか髪が似合う髪型教えてくれるとこってないの。美容室行くしかない。美容室に行くしかない。そうだよね、ヘアメイクさんに聞くしかないよね、きっと。そうだよね、そうだよね、難しいよな。そんなのあったら誰も困らないよ。まあ、そっかそっかそっか。なんか教えてくれるとこあったらさ、行くのに、うん、行く、絶対行く。なんか1000円払ったら教えてくれるとか絶対行きそう。私だって知りたいもん、
髪型知りたくない？自分に似合う髪型。ネットで調べたらやん。いやいや、でもさ、ネットで調べても自分に似合うかわかんないじゃん。仕事の休憩な、お、よかった。みたらしは入っちょらん。あんこの乗ったお団子食べてる。あ、よくあるやつ。私が選ばん方じゃないそれ。みたらし団子3本入りとかさあるやん。あれとなんか白い卵じゃない団子にあんこがバッて乗ったやつあるやんか。私そっち食べたことない、選ばん。うん、私みたらし団子選ぶ絶対。でもこないだ差し入れでね、団子にお団子にあんこが乗って、その上にいちご乗ったやつ食べたよ。てみた、食べれた。迷ったら直感で選ぼうって。まあそうね。あ、それそれそれ、3本入りのやつ。美味しそう。私が選ばん方だそれは。でもみたらし団子美味しい。それのみたらし団子好き。一緒。団子せ、団子剣、分かったそれ。全然ゼンマイ侍のお団子だんだんだだんのだんでしょ。一緒。お団子剣受けてみろじゃない。ゼンマイ侍めっちゃ好きやった小さい頃見よった。そう、ザンはみたらし団子派です。イエイ。何のイエイ。みたらし団子派ですね断然。え、ケビンにゼンマイ侍を歌って。ゼンマイ、ゼンマイ侍、ゼンマイ侍そらのね、懐かしい。本当に好きだった。うん。来月が待ち遠しいってことは、来月は5月かな。5月28?5月いつだろう。舞台かな。え、舞台来月じゃん。はいよ。仮眠取るとおやすみ銀ちゃん。来月は横浜デゲバジャーロの試合あるわ。お、応援してきて。応援してきて。おー眠くなってきた。うん、うちも行こうって。私も行ってみたい。かわいい。めっちゃかわいい。待って、めっちゃかわいい。わさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさん、めっちゃかわいい。こんなカラフル、こんなカラフルなさ、エッグアルト？え、めっちゃ可愛い。テンション上がった。え、めっちゃ可愛い。こんなんあるじゃん。すごい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 。あ、これよく見たら、スルポンさんがくれたやつは、クマの絵が描いてるんや。え、すごいすごい。可愛い。え、こんないっぱいあったの？え、めっちゃ可愛い。いろいろしてみたら嬉しい。めっちゃ可愛い。目が覚めた。めっちゃ怖い。ありがとう。エッグ。
イースター、イースターってさ何日とか決まってないっちゃうか。4月。私イースターなんかね、卵に絵描いた思い出あるよ。絵描いたんかな、なんかやったことある。うん、寝てたんって、寝ちょらんよんだ。青い海からやってきた。こんにちは、ワイワイワイ。トゥルッ、トゥルッ、トゥルッ、じゃーん。こんにちは、みんな。なんか、急にね、ポニョが頭に流れてきたから歌っちゃった。やばい、やっぱり眠い。いや眠くないけど眠いんですよ。うん、わかりますか。眠くないけど眠い。ふーちゃんが子供の頃ポニョ、うん、ポニョめっちゃ流行ってたよ。ポニョこうやって踊り言った。ポーニョポーニョポーニョ魚の子って。うんうんうん、ポニョの女の子さ、同い年ぐらいじゃない？違うかな？名前忘れちゃったよ。本気のあくびだって。本気だよ、いつでも。いつでも本気だよ。本気。ダラン、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 ダラン。そう、今日はツイッターにね、躍動感のある紙にね、躍動感のある写真を載せた。もうあれね、いっぱいあるって思う。何枚あるっていうぐらいある写真が。50枚ぐらいあるんじゃないかな。100はないかもやけど。大橋のぞみちゃん、そう、それ。あ、22歳。あ、年上でした。年上でした。え、本当に22歳。調べよう。22歳だ。大人じゃん。2個も上。先輩やった。全然同い年じゃなかった。2つも上でした。ごめんなさい。大橋のぞみさん、大橋のぞみちゃん。1999年、何月生まれ。1999だったらね、2年年上。さすがにさ、まだ4月5日、6日やからさ、誕生日来ちょらんやろ。ね。さあの、22歳じゃなかったもん。年取らせないでよ。違うよ。
まだ二十歳だよ。なんならセブンティーンだよ。心は二十歳です。私は5月生まれ。じゃあ二つ上やね。じゃあ今年23歳ってこと？大橋のぞみちゃん。20歳。私は二十歳です。待って、もうすぐ21。待って待って待って、びっくりした。私21じゃないよ。まだ二十歳だよ。二十歳だもん。まだ二十歳。絶対あの子可愛くなってるやろなって。絶対可愛いよ。絶対可愛い。絶対可愛いね。絶対に可愛いって。大橋のぞみちゃん。ポニョの時可愛かったもんね。なんかさ、子役をしちゃった子がさ、なんかどんどん大きくなっていくよ。もちろん当たり前に可愛い。なんかさ、子役の時の映像とか見たらめっちゃ可愛いよね。でも可愛いでって、ありがとう。4月1日で成人になったよって。成人年齢下がった。そっか、18歳から成人よね。おめでとうございます。おめでとうございます。芦田愛菜だよ。できない、できん。あのね、芦田愛菜だよ。全然できない。全然できん。すごいよね。あのね、あのね、アシラマナだよ。難しい。ドゥ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 。今年の生誕グッズあげてする。嬉しい。まだね、デザイン何にも決まってないよ。何しよう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 。偽物感すごいなって。偽物感、もう偽物とか言わないで。偽物なんだから。全然似ちゃうね。もう正直すぎるやろ。正直すぎるって。それは得意なものまね。得意なものまね。得意なものまね。なんかあるけどわかんない。なんかいざこれって言われたらわかんない。何って言われたらわかんない。えにょきさん久しぶり。とめちゃんのモノマネしてみて。みつほ、みつほ、みつほ。いや、やめとく。コンサート笑顔可愛かった。嬉しい。青森のあきらさん、ありがとう。ぜひまた会いに来て。タコさんが飛んできた。ともたんさん、たこさん、ありがとう。ありがとう。ファインダー越しのさらちゃん可愛かったね。ファインダー越し。ファインダーって何ですか。うちは持ちながら撮るの難しかった。そうだよね。ありがとう、撮ってくれて。ぷっぷばー。何これは。ひまわり。
ポだ。タンポポだよね、きっと今の季節。ドマさん、タンポポとタンポポの花冠にありがとう。ファインダーってなん？ファインダーはカメラで見るときに見るところ。ああそういうこと？こうしちゃうときね。これね。なるほど、ありがとう。クロちゃん生で見たの。クロちゃんさん生で見ました。そう、生で見ましたよ。そう、お話ししました。そう、エレベーターの前にいて、おっていらっしゃって喋った。そう、同期と一緒におって、そう、喋りました。ちょっと、あ、同期とじゃない、みつほとピナコとかとって、そう。大丈夫でした。そう、声出せる状態やったらブーイングしたのになって。らしいわ、一覧やった。うん。あ、近づいてくる恐怖に耐えられますか？耐えられません。最近見た映画何ですか？最近、最近見たの何だ、何やろっていうぐらい見ちょらんけど、一番最新で見たの、YSP が最後やったんかな。 YSP の後に何か見たかな。 YSP の後何か見ましたっけ。私レモンソーダとか前見たけど、何見たかな。マスカレードナイトも見た。マスカレードナイト見ました。それが一番最後。どっちか、ワイスピとどっちか、どっちかが最後ですよ。YSP 大好きで、めっちゃ好き。洋画と、ん？邦画と洋画かな？どっちよく見る？私普通に日本のが多いですかね。でも YSP 初めて私海外の作品見たと思う、ちゃんと。15秒で難しいよね。15秒ってだって電卓15秒ちょっと難しいし、15秒何ができるかな。あ、スポーツスタッキングとか、あと15秒できるんじゃない。
新しいドラマは未来の10カウントとか見たい。あと昨日も何か見た。15秒で卵焼き作れるね。作れたことないよ。ねえ、どこ情報それ。びっくり。ローマン面白い。うん、タオさん出るやつなんだっけね、見たいな。韓国映画は見ないって。韓国映画は見ないですね。間宮祥太朗さん、全部楽しみ。みんな楽しみなドラマとかある？なんでそんなに可愛いのって。嬉しい、ありがとう。最近見ちょらんって。最近見てたドラマといえば、大切なものすべて君が教えてくれたと、何見てましたっけ。キュート見てました。前の作品やけど。ドラマあんま見ない。そうか、何見るっちゃろ。じゃゲームとかする。科捜研の女シリーズの全体の最終回が楽しみ。科捜研の女見たことないな。そろそろ終わろうかな。YSP もう一回見たいな。派遣の品格は篠原涼子さんのやつかな。あ、違うかな。条件ちょっとしか見たことないよ。よし、じゃあそろそろ終わりにするね。みんな1時間ぐらい経ちましたかね。どうだろう。おめえらさん嬉しい、コバありがとう。ケルピーさんハタありがとう、嬉しい。ちょうど1時間。お、本当に嬉しい。じゃあそろそろ。あ、そうだよね、篠原涼子さんよね。やっぱめっちゃ可愛いね。わかります。
女性も大変だなって最近ニュース見て、思いますかな。なんで？とりあえずじゃあランキング読みますね。13位、マナゾーさん、ありがとうございます。12位、クロロルシフルさん、ありがとうございます。11位、トモタンさん、ありがとうございます。10位、カヤヤンさん、初めて読む、嬉しい。アットマーク、川口桃子さんかな、桃野さん、ごめんなさい、ありがとうございます。9位、ADRIAN さん、ありがとうございます。8位、スヌポンさん、ありがとうございます。7位、シンさん、ありがとうございます。6位、ナンさん、ありがとうございます。5位、ハイブスアットマーク、空立ちさん、ありがとうございます。4位、海星さん、ありがとうございます。そして3位、武蔵きなこさん、ありがとうございます。そして2位は、わさっぺさん、ありがとうございます。そして1位は、どまさんでした、ありがとうございます。そして皆さん、もうすぐ第6次オンラインお話し会の再販が始まりますので、最後にオンラインお話し会の日付をババッと言っちゃうので、皆さんぜひ参加してくださったら嬉しいです。応募してください。俺のミヤトレットになってくださいって。ミヤ可愛いよね。じゃあ4月、まずは4月9日、もう3日後ぐらいに会えます。ここおしましとかも多分できると思うので、皆さん会いに来てください。2部と3部です。サイン会です。で、次が4月の30日月末土曜日が夜なんです。夜やっちゃうけど、そう、7部と8部でサイン会とワンショット写真会です。30日撮ってる、嬉しい、やった。で、5月は1日しか会えんくって、5月のお家でもできるし、お仕事の合間でも、休憩中でも、お出かけ中でも、どこでもいつでも参加できるので、皆さん普段来れないよって方とかもぜひお話できたら嬉しいなって思ってます。で、6月26日日曜日が2部と3部でサイン会とワンショット写真会になってます。続いて7月は4日間いるんだけど、誕生日の2日後、誕生日の前に会えるラストチャンスは6月26日で、20歳のさやちゃんに最後に会えるのはここ、だからめっちゃおすすめで、次、誕生日の次の次の日も会えるから、ここもおすすめ。17と18 17が日曜日で、7部と8部ツーショット写真会とサイン会で、7月の18日が4部と5部で両方サイン会で、7月の30日が7部と8部で両方サイン会です。はい、続いて7月はこれがラスト、そう、全部おすすめやけど中でもおすすめの日ね。そう、7月31日日曜日は4部と5部でサイン会とツーショット写真会で、8月は3日間お盆にも会えるのでね、皆さんお盆ぼっちじゃないですよ。8月13日土曜日は5部と6部でサイン会です。で、8月14日日曜日は2部と3部でサイン会、ワンショット写真会です。そう、めっちゃスケジュールあるので、皆さん12日間あるので12日間会いに来てください。待ってます。で、ラスト8月21日の日曜日、7部と8部サイン会とツーショット写真会です。ですですです。そう、夏まで夏休みまで日程決まってるので、皆さんもう私との約束にしてください。人の約束っていうことで、オンラインお話し会に来てください。夏の予定なんてまだ決まってないでしょ、みんな。うん、お盆ぼっちって初めて聞いたって。お盆ぼっち嫌じゃん、みんな。
じゃあ私と話しようよってこと。みんな待ってるよ。おすすめ言われるとポチポチしちゃいそう。ポチポチしてください。そう、6月とか本当に私の二十歳に会える最後の日なので、この日とか皆さんぜひ待ってますよ。で、ここは誕生日後すぐ2日後、3日後、みんなこれはもう会うしかない。待ってますはい、そう、オンラインお話し会の第6次受付も皆さん待ってますね。夏はプールで泳がないと違うよ。みんなプールで泳ぐ前にぬちゃんとお話ししないと。どこでやるのって、あ、どこでもできますよ。ネットでつながって、このテレビ電話みたいな感じでお話しするから、会場とか来なくて大丈夫です。自分のお家でもできるし、なんならお仕事の場所でもできるし、どこでもできちゃいます、つなげば。うん、私のツイッターに飛んでみてください。ツイッターに詳しく載ってるので、リンク載せてあるので、ジャンプしてみてください。ってことで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。今日の、そう、6時からね、そう、6時受付始まるので皆さん待ってます。それでは、せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけん、ぽい、負けちゃった。そう、長期、はーい、皆さん見てくださってありがとうございました。またねー。じゃあオンラインお話し会待ってます。バイバーイ。